10年後の乗り物。空飛ぶタクシー、都市の上空を自由に飛び回り、渋滞を回避して迅速に目的地へ運ぶ。アプリで呼び出し、ピックアップポイントまでホバリングして待機する。自動運転バス、乗客がスマートフォンアプリで呼び出し、最適なルートで運行する完全自動運転バス。目的地に合わせて車内の座席配置やサービスも変わる。水陸両用車、市街地も川も湖も走行可能な車。ボタン一つでタイヤが格納され、水上移動モードに切り替わる。超高速リニアモーターカー、都市間を結ぶ。現在の新幹線の2倍の速度で走行するリニアモーターカー。車内には重力を感じさせない特殊なシートが搭載されている。再生エネルギー駆動の車、太陽光や風力を利用して走行する。環境に優しいエコカー、天候に応じて最適なエネルギー源を自動選択する。ホバーボード、空中に浮かぶスケートボード。ナビゲーションシステムが内蔵されており、安全なルートを示す。スマートスクーター、自動バランス機能付きで、ナビゲーションや安全運転支援機能を搭載したスクーター。電動で静かに走行し、都市内移動に最適。空中ドローンタクシー、個人用ドローンが空を飛び、ユーザーを目的地まで運ぶ。座席に着座後、自動でシートベルトが装着され、安全に配慮。 AI 運転手付き自動車、 AI が運転を担当し、運転手不要で安全な移動が可能に。運転中は映画を見たり仕事をしたりと自由に過ごせる。カプセルホテルバス、長距離移動中に宿泊可能なカプセルホテル型のバス。各カプセルはプライバシーを保ち、快適な睡眠環境を提供。高速道路を走る列車、道路上を走行する列車型車両で、より多くの人々を一度に輸送。車両は柔軟に連結、分離可能。電磁浮上式バイク、浮遊するバイクで、地面との摩擦を最小限に抑えて高速移動。充電スタンドは都市の至る所に設置。パーソナルジェットパック、個人用ジェットパックで、通勤やレジャーに使用。安全装置付きで、初心者でも簡単に操作できる。次世代セグウェイ、自動バランス機能と高度なナビゲーションを搭載した未来型セグウェイ。ハンドフリーで使用可能。自動運転船舶、港間を無人で運航する完全自動運転の船。貨物輸送にも対応し、物流の効率化に貢献。モジュール型自動車、用途に応じて形状や機能を変えられる車両。旅客用、貨物用、キャンピングカーなど、さまざまなモジュールに切り替え可能。自動運転自転車、自動運転機能を持ち、通勤や観光に最適な自転車。目的地を設定すると自動で走行してくれる。ハイブリッド飛行機、電気とガソリンのハイブリッドエンジンを搭載し、環境に優しい航空機。騒音も低減されているため、住宅地近くの空港にも適用。事故修復車、事故や損傷時に自動的に修復する機能を持つ車。センサーが損傷箇所を検知し、ナノテクノロジーで修復。浮遊列車、磁力で浮上し、地上と接触せずに高速移動する列車。揺れが少なく、快適な乗り心地を提供。車内オフィス、通勤時間を有効活用し、移動中に仕事ができるオフィス機能付きの車。 Wi-Fi 完備で、ビデオ会議やデータ作業もスムーズに行える。自動運転トラック、長距離輸送に最適な完全自動運転のトラック。24時間稼働し、物流効率を大幅に向上。バーチャルリアリティ車、移動中にバーチャルリアリティ体験ができる車。観光や教育、エンターテインメントに利用可能。
スマートカーシェアリング、 AI が最適な車を選んでくれるシェアリングエコノミー対応の車。利用者はスマホで車を呼び出し、近くのピックアップポイントで受け取る。ソーラーパネル電車、車体にソーラーパネルを搭載し、太陽光で走行する電車、昼間のエネルギーを蓄電し、夜間走行にも対応。空飛ぶバイク、個人用の空飛ぶバイクで、渋滞知らずの移動手段、緊急時には自動で安全な場所に着陸する機能も搭載。パーソナル潜水艦、レジャーや研究に使用できる小型の個人用潜水艦、透明なドーム型のキャビンで水中の景色を楽しめる。次世代自転車、電動アシスト機能や高度なナビゲーションを搭載した未来型自転車、バッテリー交換も簡単に行える。スマートハイウェイ、道路自体が電磁浮上システムを備え、車両をサポートするスマートハイウェイ、車両同士の通信で安全性も向上。 AI パーキングアシスタント、駐車場での自動駐車や車の呼び出しが可能な AI アシスタント。スマホで駐車位置を指定すると AI が最適な場所に駐車してくれる。